命のカンタータファイナルファンタジー9実況プレイ。皆さんこんにちは、アラニーです。今回も続きをやっていきたいと思います。前回はアレクサンドリア城から、逃げ出してって言っていいのかな、ガーネット姫を連れて、この飛空艇プリマビスタで出ようとしたところ、猛攻撃に遭ってしまい、こんな感じにボロボロになってしまいました。で、この森にね落ちてしまって、ガーネットとビビと、あと多分スタイナムかな、はぐれてしまったので探しに行きたいと思います。ではこっちに行きましょう。ちょっとね今日も寝起きですいませんが魔の森イービルフォレストやっていきたいと思います。さてさて、この辺も探索して、このカエルちゃんを、おー、カエルは何もないのかな。あ、雑魚戦ですが、これは初見の敵以外は基本的にカットしていってもいいかなと思ってます。で、あとね、盗むとかはねちょっと通常バトルでやっちゃうと時間がかかったりぐだったりすると思うんで、カットするときとか裏作業で自分でやっておこうかなと思います。結構アイテム重要だったりするので。あ、そうでね、このじゃなくて前回のパート3を収録した時点でまだ FF9 のパート1上げてなかったんですけど、結構 FF9 初見の方多いんですねっていうのがねちょっとびっくりしたかなって思ってます個人的にね。だから FF9 楽しんでいただければなと思って頑張っていきたいと思います。さて先に進みましょうかね。あ、ビビ大変だ。なんだあいつは。大丈夫か？あ、スタイナーがいる。あー、すごい気持ち悪い敵が。姫様に何をするつもりだ。話が通じるような相手じゃない。やるぜ。はい、寝起きのため声も出てなければ頭も回ってない状態ですが、頑張っていきたいと思います。さて、ガーネットを助けないとですね。あ、トランス出た。おお、なんだ貴様その光は。体に力が溢れてくるんだ。まさかトランス?どっちかな?聞いたことがあるぞ。感情の高ぶりがそうさせると。さあ一気に片付けるで。そう、FF9 ってこのトランス状態っていうのがキャラクターそれぞれにあって、必殺技かな、こういうのが使えるようになったりします。で、強くなるんですよね雑って説明がめっちゃ強いでしょ。多分すごい強いと思う。で、このアクティブタイムバッやゲージの下にある赤いゲージが多分トランスのゲージでトランス中に赤いゲージがどんどん減っていくんですけど、多分それがゼロになったら通常の状態に戻るじゃなかったかなと思います。多分。姫様、あ、ガーネット連れ去られた。どこへ行ったんだ。連れて行かれちゃった。怖くて魔法が使えなかった。このままじゃきっと食べられちゃうよ。体力吸われてたしね。この自分がついていながら姫様を守ることができなかった。二人とも諦めるのはまだ早いぜ。
あいつらは森の主に操られた人形さ。ガーネット姫はこの森の奥にいるその主のところへ連れて行かれたんだ。そうか。ではまだ姫様は早速奴の後を追わねばならぬ。あ、ビビ。うわー、これ何体もいるのか。くー、さっきトランス状態があったからよかったものの。うわー、助けて。助けるよ、待ってて。体力吸うからな。お、ファイヤー。おー、いいね。魔法が効くようであるって言われてもこっち魔法使えないんですけど。したいな。ほら、どれくらい大丈夫かな。40。あ、ポーションとか投げれば使えるんかな。お、ブロードソードだって。やった。あ、FF9 基本的にボス戦は盗みやっていきます。結構大事なので。スタイナー攻撃してくれても全然いいけど、はちょっとやめてほしいかな。で、あ、ジタもよく見たら HP が危ない。あ、やばいぞ。あ、ちょっと待って。あー、ポーションやりたかった。ポーション間に合って、吸収してるから。ちょっと待って、じゃあスタイナーにポーション使ってもらおう。違う、ビビもやばいぞ。多分ビビも倒されちゃいけないよね、きっと。盗めないな。できるだけ盗みたいんだけど、大丈夫かな。ビビに、あ、ビビにもあげれるぞ。あげとくか。ポーション完封できてるかな。できればいいな。お、まあ、無駄だったような気もするけど、いいんだよこういうのは。よかったよかった。あー、 AP しか手に入らないんだ。お、ゴブリンのカードと目薬。こ、怖かった。お前、怪我はないか？うん、なんとか。え？危ない。で、ちょっと待って。姫様。え？二人。最後のあがきのなんか毒ガスっぽいのに。ジタに感謝するんだな。もうちょい遅かったらあの世行きだ。お前は毒を浴びたんじゃない。あ、そうなの。種を体に植え付けられたんだよ。発芽したら体から養分を養分漢字にしてほしいな。もう全部吸い上げじゃなくてはい、すいません、吸い取られて干物にされちまうんだ。僕死んじゃうの？あ、悪い。怖がらせちまったな。こいつで種を取り除けるから心配ないんだ。何これ。変な味。よかった。姫様、今助けに参りますぞ。スタイナ、尾行されてるよ。貴様、何の真似だ。後ろの部屋に入ってもらうでよ。貴様ら、姫様が魔物に食い殺されるかもしれんのだぞ。それを見捨てるつもりか。その体じゃ無理でよ。お姫様のことなら心配ないでよ。ボスに全部任せておけばいいでよ。の、うわ。そこでゆっくり休むでよ。あ、もう火消えたのかな。その薬もちゃんと飲むでよ。おのれ、こうしている間にも姫様は結構辛そうだね。奴らのボスなど信用できん。
この解毒薬も怪しいものである。この色、この匂い、明らかに毒ではないか。ぜいぜい。しかしこのままでは本当に死んでしまいそうだ。くそ。お、え、うまい。スタイナーは味覚がおかしいのかな。ビビまずいって言ってたよ。そいつは無理だ。お前も見たろ。船の周りは霧から生まれた化け物だらけだ。あんな奴らなんてことない。俺たちが揃っていけば平気さ。それはそうかもしれねえ。でも怪我人はどうするんだ。一緒に連れてきゃいいだろ。そんじゃ襲われた時に動きが取れねえでやられちまうぞ。ガーネット姫には気の毒だがよ。仕方ねえ。仲間の方が大切だ。チキショウ。怪我人がみんな回復するまでタンタラスはここで待機すんぞ。身勝手な行動は許さねえぞ。女を見捨てるなんて見損なったぜ。まあでもボスとしての判断は正しいと思う。俺の答えは変わらんぜ。気に入らねえならタンタラスはやめんだな。あ、そこまで？ちょっと待ってね。アイテムとかないかな。あ、あるじゃん。あ、普通に宝箱か。ブロンズのコテ。コテはスタイナーかな。リストだけだもんね。オッケー、大丈夫。よし、じゃあ行こう。バクお、アクティブタイムイベント。セレクトはこれ。脱出するのだ。置いてけぼり。じゃあ上から見ていこうかな。脱出するのだ。あ、スタイナーか。こんなところ。簡単に、あ、宝箱があるぞ。脱出してくれるわ。出せ、出せ、出すのだ。う、お、おえー。まだ毒が抜けきってないのか。う、なんだ？人形？ガーネット姫15歳。このような醜い人形に姫様の名前を付けおって。それに姫様は16歳である。それにしても不細工な人形だ。え、これだけ？あ、そうなんだ。お、なんか増えてるけど、置いてきぼり先に見ていきましょう。あ、ルビーちゃんか。みんなどこ行ったんや。うちこれから一体どうしたら。あ、短っ。こういうのもあるね。オイラの宝物。お、シナだ。この辺にあるズラか。あれ、おろ、見つからないズラよ。オイラのガーネット人形、一体どこへ行ったズラ。あの、スタイナーが持ってたやつか。あれがないと安心して眠れないズラ。そうなの。人形抱いて寝てんの。はあ、はあ。もうもしかして、飛空艇が燃えた時に。いや、あるある。スタイナーの部屋に行けばあるはず。おう、ブランク。だけど、これはシンバル奏者か。人を襲う植物がいるのか、魔の森と呼ばれるだけのことはある。まあ確かに危なかったよ。薬を飲ませたから少し休ませりゃよくなるだろう。会いに行ってやったらどうだ。お前に礼が言いたいんだとさ。ブランクかっこいいよね。性格が。兄貴って感じ。マーカスも言ってたけど。
宝箱かな？エーテル。ちょっと待っててね、ビビ。ちょっとうるさいけどごめんね。あ、上行けんの？116ギル。今度は誰のへそくりだ？よし、何もないかな。あ、助けてくれてどうもありがとう。へへ、礼には及ばねえって。俺たちだってお前の魔法がなかったら危なかったんだからさ。お前ちっちゃいのに黒魔法が使えるなんてすごいな。ちっちゃいの気にしてるのか？あんなすっげえ魔法が使えるんだ。もっと自分に自信を持っていいんじゃないか？男の価値は見かけじゃないんだ。ハートの厚さと夢の大きさで勝負だぜ。ごめんね、僕のせいであの人。なあに、心配すんなって。このジタンに任せておけば大丈夫。必ず助けてあげてね、ジタンさん。呼び捨てにしてくれていいぜ。よう、ジタンって感じでな。うん、わかったよ、ジタン。もうジタンのこういう性格好き、大好き。助ける方法見つかった？あ、ビビは一緒に行かないんだね。まあでも毒で弱ってるからね。あいつ思い詰めてるな。あんな約束しちまったけど本当に助けられるのか。お、海藻？可愛かったよな。まあね、確かにね。めっちゃ美人だったよ。王女様だったから、やっぱりその程度の。いや、なんか違う気が。こんなイベントあったっけ？全然覚えてないや。気になる子だな。え、ガーネット姫をどうする？助けに行くでしょう。下は男としてやっちゃいけないよ、きっと。私男じゃないけど。考えるまでもないな。見殺しにはできない。懲りねえな、お前も。お、ブランク、今度は何をしでかすつもりだ？ガーネット姫を助けに行くのさ。あのおっさんも一緒に連れて行く。正気か？森の主ってのがどんなやつかはわからねえんだぜ。第一、ボスがそんな勝手なこと許すわけがねえ。わかってるさ。ったく、お前の思い切りの良さには相変わらず嫌気がさすぜ。とっととボスと話をつけてきな。もたもたしてたら手遅れになるぜ。お、じゃあ上行けばいいのかな？はい、ちょっと待って、宝箱がここにあったんだよ。リストは今つけてるからな。じゃあ上行って、あれ、ボスがいない。あれ、反対側か？反対側ってか、下？こっちか。いないけど、とりあえず宝箱。お、マーカスだ。ちょっと待ってね、その前に探索しちゃうよっと。何もないかな。アレクサンドリアのおっさんは倉庫の中に閉じ込めておいたっす。時々中からゴソゴソ音がするけど、それ以外はおとなしくしてるっす。あ、入れはしないのか。じゃあ下行こう。あー、ここ一番最初のとこだ。ラバーヘルム。これはジタン装備できんのかな？できないぽい。バイオリン奏者。薄気味悪い音だな。あー、魔物っぽい音。
おいらここで死ぬのかな。まあ、ちょっとみんな絶望に染まっているけど大丈夫かな。お、ヘップション。待ちくたびれたぞ。来ねえかと思っちまったい。やっぱり助けに行くんか。あいつと約束したからな。最後までちゃんと誘拐してやる。ガッハハ、理由なんて聞いてねえよ。あの姫、なかなか美人だから、おめえが惚れるのも仕方ねえ。理由なんてそれで十分だ。で、覚悟はできてんのか。タンタラスの掟は絶対だからな。相手がお前でも手加減しねえぞ。ああ、わかってるさ。ちょっと待って。戦う？もしかして。よーし、思いっきりやんぞ。隣の貨物室で相手してやら。ああ、よかった。びっくりした。体力は、あ、マックスだ。大丈夫か。ポーション。これ1対1の勝負かな？そうっぽいよね。よし、行こう。の前に探索とか、あ、できるよ。できれば、私セーブ先にしちゃいたいんだけど、革の帽子。あっとっとっと。あ、外だ。今のところ異常ないでよ。アリンコ一匹入れないでよ。それはすごい警備だな。これっぽっちじゃ魔の森脱出どころか、ここを守り抜くことも怪しいずら。まあ、ほとんどダメになっちゃったんだろうね。ちょっとセーブします。ここで負けたらまたやり直さないといけないので。はい、ちょっとカット入りましたが、やっていきたいと思います。さて、バック多分1対1の勝負だと思うんですけど、これ多分また盗めるものあるかな。ちょっとやってみたいと思います。覚悟はいいか、ジタン。いつでも来い。本気でいくぞ。やっぱ1対1だな。さて、今回は何回盗めるのか、盗めるものがあるのか。1対1だから、ちょっと体力に気を配っていかないとまずいな。ハイポーション。あー、さすがボス強い。27か。盗む。盗めない。なんだろう。この盗む作業って結構ボス戦でやると思うんですけど、他のキャラがいて、それぞれ戦ってるなら別にカットはしなくてもいいけど、このジタンと1対1でひたすら盗み続けるっていうのは、カットしてもいいかなって思うんですけど、どうかな。結構盗めないなぁ。そこは盗賊らしく、パパッと、懐から、抜き取ってこれないか。頼むよ、ジタン。今回はそれカットしようかな。多分今後ボス戦は自体基本盗むやると思うので。お、アイアンソード強そう。ちょっと次回復するかな。攻撃怖いから。そうだね、回復で、何の話してたっけ。ボス戦、そうこのアイテム盗むの FF9 でかなり重要になってくるので、OK! じゃあ次は戦っていこう。だからもしかしたら、その盗むをボス戦でやってる作業は、カットする時もあるかもしれない。ガハハ、くすぐったいじゃねえか。さすがボスだなぁ。ちょっと見破るやってみようか。せっかくだし。見破る。もうなんか変な機械が。何も持っていない。あ、何、持ち物検査みたいな、そういう感じ。ヒットポイントが出てくるとかそういうのじゃないんだ。
この程度じゃ姫は助けらんねえぞ。いや絶対倒してみせる。でも絶対さボス手加減してくれてるよねこれ。何、あ、おめえの勝ちだ。出たボス、好きだボス。くぅ、いい腕して、うん、いい腕してやがるぜ。結構痛かったぞ今。腹パン入った。姫様のことはよろしく頼むわ。ガッハハハハ。だよね、痛そう。手加減するなら最後までしてくれよ。だよね。あ、ブランクがいる。魔の森に一人で入るのか。何も死に急ぐことはねえだろ。いや、おっさん連れてくよ。さすがだな、ジタン。倉庫の鍵は開けておいたぜ。あとはお前の好きなようにしろ。いいな、仲間って。バクを倒しちゃうなんて、あんた見かけより強いんだね。まあ、ジタンも強いと思うけど、バクも結構手加減してくれたんだろうな。ジタンもそれ分かってたしね。スタイナー、何やってんの？まだそれ見つめてんの？いい歳しておままごとか。何を言うか、貴様。自分は姫様のことを案じておったのだ。貴様らが誘拐などという不届きなことを企むからこのようなことになったのだぞ。姫様に万が一のことがあったらただでは済まさんからな。まあそうカッカしなさんな。これから俺はガーネット姫を助けに行く。おっさんにも来てほしいんだけど。どうだ、おとなしくするって約束するんなら連れてってやるよ。貴様ら盗賊の考えることだ。またよからぬ企みでもあるのだろう。心配するな、俺が一人で決めたことだ。タンタラスの行動とは全く関係ない。ガーネット姫を助け出す、ただそれだけさ。くそ、その言葉に偽りはあるまいな。たがえるでいいのかな、違える、たがえるようなことがことあらばその場で貴様を切り捨てるぞ。オッケー、それじゃ決まりだな。頼りにしてるぜ、おっさん。よいか、決して貴様を許したわけではないからな。はいはい、わかったわかった。わかったって。よし、ならばあの黒魔道士にも来てくれるよう頼もうではないか。ビビのことか。うむ、ビビ殿の黒魔法はあの化け物に効果的であった。口が回らないのであった。関係のないものを巻き込みたくはないが、今は姫様の命がかかる一刻を争う事態。姫様をお助けするためにはビビ殿の力が絶対に必要である。よし、そういうことなら早速ビビに話しに行こう。待って、宝箱を取りに戻ろう。これは取ってくれと言わんばかりに置いてあるからね。エーテル結構あるな。よし、こっちか。もうちょっと続けて、お、行きましょうかね。ボスに勝つなんてさすがジタンさんっす。でもボスは負けたのになんだか嬉しそうに笑ってたっす。いや、いいな、かっこいいなボス。魔の森から出れたとしても霧の上に出る方法がないんだ。遠いな、リンドブルムは。そう、多分あのリンドブルムから来たんですよね、このタンタラス団って。そんなこと言ってた気がする。ボス、魔の森の奥深くには何が潜んでるかわからねえ。油断すんじゃねえぞジタン。ガーネット姫のことはお前に全部任せた。オッケー、頑張るね。よし、じゃあビビを連れていきましょう。もうどれくらいかな。ガーネット助けに行ける時間あるかな。待たせたな、ビビ。お姫様救出作戦開始だ。よかった、気をつけてね。お前も一緒に来てくれ。え、僕が？僕なんかついてってもきっと何の役にも立たないよ。
いや、ビビ殿の黒魔法は森のモンスターに有効であった。こんな半端者の盗賊よりずっと頼りになるのである。でも僕自信がないよ。さっきだって怖くて動けなかったし。姫様のため、いや、アレクサンドリアのためにビビ殿の力をぜひ貸していただきたい。こういうところは礼儀正しいんだな。責任を感じるなら自ら行動する。それが男ってもんだろ、ビビ。さあ、化け物は待っちゃくれないんだ。早くガーネット姫を助けに行ってやろうぜ。うん。足手まといにならないように頑張るよ。かたじけない、ビビ殿。ビビ殿って言いにくいんだけど、めちゃくちゃ。ところでビビ殿。何?ビビ殿の黒魔法を見ていて一つひらめいたことがあるのだが。カクカクしかじか。なんたらかんたら。魔法剣?うん、わかった。やってみるよ。よし、これで。お、3人になったね。装備を見直そう。これ結構いいの手に入れたと思うんだけど。お、アイアンソード。砂漠剣だって。ビーストキラーかー。覚えたい。砂漠剣かな。どうしようかな。まあ、実況値は強いやつで言ってもいいと思うからね。よし。で、虫キラー、毒味、バードキラー。アクセサリーはなし。ビビは、いいね。オッケー。お、サンダーも使えるんだね。よし、行くぞ。オッケー。よし。このまま外出ちゃっていいかな。お、ったくかっこつけやがって。そんなにあの女が気に入ったのか。知ってるだろ、困っている女をほっとけない性分なんだよ俺は。お前のそのストレートな性格、ほんとムカつくぜ。ははーん。お前、俺がガーネット姫と仲良くなるのが面白くないんだな。くだらねえ、興味ねえな。ほら、こいつを持ってけ、ジタン。惚れ薬なんて俺には必要ねえよ。これ以上待てちゃったら困るだろ。そんなんじゃねえ。こいつはおっさんたちが食らった種を取り除く薬じゃなくて効果がある薬さ。なんだ、そういうことなら早く言ってくれよ、ブランク。お前がいつも人の話を最後まで聞かないからだろうが。なんかいいね、なんか友達っぽい。ブランクの解毒剤を手に入れた。それともう一つ、ボスからの伝言だ。アビリティを装備できるってのは覚えてるだろうな、ジタン。俺たちタンタラスを離れても腕を磨き続けろよ。アビリティを使いこなせばお前はもっともっと強くなれるぜ。気をつけていけよ、バク。あー、ここでアビリティの説明入るんだ。あ、装備してなかったな、さっき。アビリティの装備ってどうやるんだ、ブランク。そんなこともわからないのか。全く呆れたやつだな、お前は。メニュー、アビリティ、装備から装備したいアビリティを選ぶんだ。ありがとうよ、ブランク。こんなところでくたばるんじゃないぞ。ち、二度とその面、俺に見せるな。いやー、タンタラスのみんな私結構ってかかなり好きなんですよね。ちょっとアビリティ装備しましょう。バードキラー、虫キラー、毒味。これどういう説明なかったっけ。ないな。ジタンはこれだけ。ビービーもこれだけ。よし、行こう。疲れたら船室で休んでいくでよ。オッケー、ありがとう。ジタンならいつでも歓迎でよ。いいね、なに、デネロ、ベネロ。あ、違った、ゼネロ。あれ、もう一人いなかったっけ。二人だったっけ。あれ、ジタンでもタンタラスでないなら、金をもらうずら、これも来てずら。何が必要ずら。あ、アイテム売ってくれんの。
ポーションを4つほど買って、フェニックス、毒消しも買っておこうか。5個、目薬も2個、テントは高いな、1個買っとく。これでいいか。よし、ありがとう。じゃあ今回はここでセーブして終わりにしましょうかね。で、次回ジタン、スタイナー、ビビの3人でなんだっけ、ガーネットを助けに行きたいと思います。あ、間違えた。はい、でもじゃない、なんででもって言ったんだろう。ガーネットないよね。あれ、ジタン宛に手紙。ルビーからジタンへの手紙。ジタン、あんた大丈夫か。うちはなんとか大丈夫や。ところでアレクサンドリアの城下町で おもろい人に会ったんよ。また手紙書くから楽しみにしといてや。P.S. タンタラスのみんなのことも忘れてへんからね。ルビーって人は変な言葉を使う、ここ。難しいね。じゃあ、はい。では、ね。さっきデモって言ったけど、ではですね。今回は、ここまでにしたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。それではまたね。バイバーイ。